そういうの見てて面白いな。その中に結構日本のものがいっぱい入ってくるのもまた面ああ、白くそうですて。ね。はい。そうですね。はい。なんかその日本趣味って言われてたものらしいんですけどね。背景とかに入れたりすることでちょっとかっこよくなるみたいなところがあったみたいで。背景が大体なんかアジアっぽかったりするみたいな。あ、そうですよね。はい。ヨーロッパの昔々は、引っ越ししたら絵画も買い替えるっていうぐらい絵は買うんですよ。ただ、一般流通するレベルに達してるものしか買わないと。市場で扱ってもらえるレベルっていうのが、ルールが決まってて。ただ、そこのルールに合わせてちゃんと作ったら、引っ越し祝いに絵を送るとか、そういう習慣はあるんで、売れたりするんですよね。日本の方はないですよ、そういう習慣はね。そういうふうには一般的にざっくりとは言われてますね。やっぱりこの、なんだろう、普通にね、こう、みんながポップアートみたいなのが出てきたのってやっぱ革命的な話じゃないですか。誰もが手に取って楽しめるっていうものじゃなかったですもんね、昔は。そもそも見れる瞬間なんてほぼないわけだし、みんなお家に置いてあるものだから見ることもできないわけで、ほとんどの場合は。だから日本もさ、そういう文化があるわけですよ。はい、ありますね。芸術そのものというよりは、芸術を工芸化していって商品として、まあ、ある種の商品としてお金に換えるのを前提にして作られているものがいっぱい昔からあって。日本にあったのは、ポスターの習慣もあったんですって。例えば浮世絵とかあれみんなポスターなんですよ。あ、そうですね。ポスターっていうか、あれは売り物ですよね、むしろそうね。です。1枚今の感覚で言うと何百円で売ってて、部屋は殺風景やし、あのポスター1枚貼っとこうかみたいな、ペターンみたいなね。そういう買う習慣はあったんですって、市そう民に。か、確かに浮世絵とかまあそうやんな。でも、そうやんな。みんな買ってたんやろうね。で、高い掛け軸とかそういうのは買わない。アートとしては買わないんですよ。のに、それを買う習慣がなんであるかっていうと、なんでかっていうと、火事が多かったからなんですって。高すぎるものは買わないけれ買わど、ない。でもちょうどいい感じのカレンダー的なものを買おうとしてたわけや。火事の時に置いて逃げれるもん、置いていけるもん、置いていくんやね。もうどう置いでもええて、わっていう。どうでもいいと思える価格のもんを買ってたわけです。それは当時のアーティストも大変やったね。その代わり数が履けるんです。そう、でもその枠の中にまず落とし込まなあかんもんね。いや、そう。それでスリシとかがおったわけやん。だから、それが一大事業やったんですって。その北斎と版画とか、作るとこと、売るとこと、まあ、分業してて、すごいこれが一大ビジネスやったんですって。あれどんぐらい売れてたんやろ。当時はね、全部の家に1枚あったぐらいの勢いねえ、だっだから投資番号売ってないでしょ。今のさ、リトグラフみたいに番号書いてないでしょ。じゃないで新す。聞みたいな感じで刷っちゃってたわけでしょ。まあ、そう新そう。聞よりはずっと丁寧に刷ってるけど、あ、スリッシュ新聞ぐらいの感覚だと思うんですよ。だから街の人も、今月1枚、ね、ピターンと貼りますよね。で、来月になったら次の誰かの、あれが出るわけですよ。でもそれ一応そのオーセンティックな本物のスリッシュがやったやつでしそうょ？当時は。次は、すごいな。北斎と次は何やったっけ、ふりかけのあれについてるやつ何やったっけ。ふりかけのあれ。はいはいはい。北斎ともう一人有名な人誰だっけ、何だっけな。まあいいですけども、誰かの今度は東海道なんとかが出たと。これ買って、先月買った北斎のやつは何かの包み紙にして、そう、新しいやつピタッと貼ると。マジか。こういうふうに、毎月買ってたと。むっちゃ消費してるやん。むちゃくちゃ消そうそう。費してるやん。だから、江戸時代すごいな。江戸ポッ時プ代アートは、とかいうレベルじゃなくて、もうとっくにポップアートやったわけや。あ、そうそうそう。で、だから残ってないんですって。みんながどん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 捨てちそうゃうだよから。ね。でも一部にそれを取ってた人がおるっていうのがまた面白いよね。だから、版元にしか残ってないんですよ。ほんまに半分しか残ってないの？民間の家には残ってないです。わあ、そういうもんじゃなかったわけや。じゃなかったです。ちり紙と一緒に出してしまうようなレベルやったんやどっちかって言ったら、お茶碗包むのに使うんですよ。版画のやつをね。お茶碗。たまたま箱に残ってたとか。あ、そう。いや、それが輸出されたのがヨーロッパで影響を与マえジるわか。けですよ。
そういうことなんや。そのとんでもないもん言うと、だから、焼き物の包み紙の方の人気が出たんですよ。ああ、すごい。全然知らなかった。あの、版画として向こう行ってるんじゃないですよ。包み紙として。包み紙として行ってたんや。だから、なんかバッハの楽譜が肉屋で使われてたのと同じようなレベルだな。そう。いや、だから、あの、要はなんかゴッホが日本の絵に影響されたとか、そのさっきのミシャがどうのこうのってあるじゃないですか。うん。あれ全部包み紙見て書かはったんですよ、みんな。日本どんな国やと思うよね、みんなね。放送紙。うん。襖。これさ、でも、あの、縁。うん、襖の裏側とかにもよく使われて、新聞の代わりに使われてたというのは確かに出てきてましたよね。そうそう。いや、僕もね、家にね、古い襖あるんですよ。お。入ってた。で、剥がしたら、やっぱ、明治のね、あの、新聞とか、出てくるよね。大正時代の伝票とかが出てきましたわ。伝票とか出てくるんや。伝票のが割り込むんや。伝票がいっぱい出てき、あ、どう？もうレジやん。ちょっと待って、今レジやな。えらい時間やで。これ、こういう。はい。古い。抜いてきたん、それ。どっから。いや、これ。あれ？それ何？それ台帳みたいになってる。そう、台帳みたいになってるんですけど、これ、大正時代の和紙のリスト。うん、わあ、すごい。唐帳とかじゃなくって。うん、それ、商品見本じゃないの。あ、そういうことは、それ、和紙の商品見本です。わあ。それさ、片方だけ、あの、カラーで印刷、カラーっていうか、版画で印刷されてるものだよね。版画になってるやつ。そうですね。それ、唐帳のじゃないの本当に。すごい、すごい。そんなん、よう見つけたね。いただいたんですよ。すごいやん。すごいもんもらったやん。そうなんですよ。ここは烏丸じゃなくて、もうちょっとなんか古い町屋であった。明治時代の教科書があるんだ。トイガンジェフさん、そうなん、専門なんですよ。コレクション専門なんですよ。あら